旭川で親子3人殺人事件という、3人亡くなってるんです。2016年10月12日この犯人と目される人間は不起訴になってるんですね。そこの病院、そこに治療した、そこの鑑定をしたっていう人間が、まあ旭川では有名な病院なんですね。旭川で事件を起こすと、そこで鑑定される。まあ私だったら今回内田理子被告、札幌、旭川だと。だから私、旭川に拘置所があるんですかどうこうって言って収監されて、地裁がそこだと、まあ、じゃあただその医者がそれをやって無実にしたり事件を下げたりすることに何が得があるのかよく分かりません。じゃあ札幌で行けばいいんじゃないかっていうふうに思ったんです。ところがこんな事件というか、こんなニュースが飛び込んできたんですね。なんと首狩り親子田村修被告がこんなこと言ってる。殺人幇助罪で問われた精神科医の田村修被告60歳が、この弁護人が娘の瑠奈被告と殺人などの起訴、精神鑑定を行った北海道大准教授の医師が報道機関に情報を漏らしたとして、国家公務員法守秘義務違反の疑いで札幌地検に告発状を送ったと明らかにした。だから鑑定に疑問というか、いろんなことを外に漏らしたからまずいということで告訴状をした。今言っているように北海道大准教授、北海道大の准教授、名前は言っておりませんが、そこに行くとですね、この北海道大になんと旭川のなんとかクリニックっていうところの名前の同じ名字の人が、下までわかりませんか。なんか被告が訴えるってあんまりないし、都市伝説的なことなのかな。そことここもつながって、ああ怖い怖い怖い、こんなこと言ってる。私結構な情報持ってます。どっかの雑誌とか聞きにくい、聞いてくれたら喋るんだけど、もうこれ以上言えない、これ以上言えない、結構な情報持ってますよ。もう言いたくないです。今回言ってる病院、旭川の病院、あるクリニック、そこの精神科医ね、今までのところで何か不思議だな、おかしいぞっていうことがあります。わからないです、私には。だけどもこれ、ここまで言ったら皆さんわかりますよね。調べていくと、北海道の札幌の精神鑑定をしているところもその名前が羅列してくると。同一人物じゃないかもしれない、一族なんでしょうね。またこの病院の話言うとな、もうこれでなんか話が変わってくるんですよ。田村修被告が勤めていた病院の関係が、何、自民党関係だ、共産党関係だ、もう名前出しますよ、どうたるこうたるで、そういう風に言った途端誹謗中傷がすごいんですね。どっちか、今度もこの北海道医大とその病院との確執じゃないかとか、いろんなあの主導権争いだっていう風になるんですけど、まあここの病院の成り立ちだとか、そういったことをね、調べていった地元の人が分かってると思う。いや、外の県外の人間がどうこう言うことじゃないですけど、これ言うとまた何かこの件になると不思議なんですよ。全く情報が来ない、シーンとしてる。で、違うところからの圧力がかかる。だけども一定のことになると一気に情報が入ってくる。旭川のね、皆さんもね、手をこまねいてるわけじゃない、いろんなことがあって言えない情報、言いにくい情報が、やっとここ私に信頼をね勝ち取って、本当にこと細かく、もうこれは言えないぞ、言えるの、少しずつ少しずつ同意を持って、でもその出し方が本当にあの考えもんなんですよ。ボンと出せばいいってもんじゃない、少しずつ少しずつ浸透していくようにね、やっております。